はい、こんにちは。レックン人講師の矢島です。今回はですね、司法試験の受験生に向けて、私の方で制作している講座のね、ご案内ということで、あの動画をね、撮らせていただいております。まあ、興味のある方はね、あの、このままちょっとご視聴いただければというふうに思いますね。で、今回ですね、ちょっとお話しすることに関しまして、あの、レジュメをあの、用意してましてね。で、あの、後で、あの、まあ、YouTube の方からね、ダウンロード、あの、なんかこう、リンク貼っといてもらって、あの、ダウンロードできるように、あの、しておきますけれどもね。あの、まあ、必要に応じて、あの、参照していただければというふうに思いますね。で、一応ちょっと画面の方にあの、そのレジュメの方をね、映していきたいと思っています。 でえー、まずねこの。 一番上のタイトルのとこなんですけど、まあ、これ、あの、2024年の合格目標ということで、まあ、令は、ああですね、6年度の試験ね、そちらの方の合格を目指している方に向けての、あの、講座のね、ご案内ということになりますね。で、それで、えー、このまずね、そのすぐ下の1個目のブロックのとこなんですけども、まあ、私の方であの制作してます講座の方はですね、えー、ま、毎年ね、あの、最新の判例ですとか、あの、法改正のところに対応してますので、まあ、何かこうね、あの、そういうところを、なんか心配されてる方ね、なんかこう、えー、ちゃんと法改正対応してるのかとかね、えー、まあそういうところあの、心配されてる方は、 そこは心配しないでね受講していただくことが可能になっています。そしてですねこの次の次 ところですけども合格に必要な能力を身につけるための4つの講座概要というところなんですけれども、まあ、要は試験に向けて日、ね、体であのどういう勉強をしたらいいのかがまあよく分からないと、まあ、いう方ですね、えー、でそういう方もまあ少なくないと思いますので、まあ、そういう方に向けて、まあ、この講座をまあとりあえず、ね、こうセットで受講しておけばあ、まあ、あの必ずねこう合格にまあ必要なみ、えー、力を必ずや、ね、こう確実に身につけることができますよみたいなものをあのそれを揃えて、ねえー、それでご提供しているということになりますね。でその4つのつ講座、まあ、要は、えー、何をやったら かね、よくわからないという方は、まあそのねえー、とりあえずこの4つの講座を取っておけば間違いないというやつが一体どんなものなのかと言いますと、えー、まず、丸一でこれ矢島の即習インプット講座というものでして、まあ、通学クラスはです、ねえー、2023年の7月25日から11月25日までで,で、まあ、の通信クラスも、ね、あ,のありますので、えーまあ、通学できない方は、ね、あの通信クラスの方でも受講できますけどこちらの矢島の即習インプット講座というのは、まあ、担当試験とまあ論文試験にまあ共通する本当に核になる、ね、本当に大事な 重要基本知識というのがあるんですけどそこのところをきちんとしっかりと、ねまあ、理解をまあしてです、ね、でその,後のまああの応用的な、ね、ところにこう、まあ、スムーズにつなげられるようにあのするための、ねえー、講座になってますね、まあ、これがあの矢島の促進プト講座というものになりますね、まあ、ここで合格に必要なまあ基礎をね身につけておくということになりますそしてこの次に丸、えー、2というところなんですけどもこちらの矢島の論文完成講座ということで,でこれはあの矢島の促進プト講座がです、ね、終わった後にですに、ね、始まるものなんですけどもこちら主にあの司法試験の 過去問をま題材にですね、まあ、矢島の速習インプット講座の方でま学んだ知識をですね、今度こうね、えー、論文試験にこう通用するような、えー、そのね、えー、ま使い方、まあ、論文試験に、えー、その問題に合わせてね、まあ、その学んだ知識を使っていく使う能力っていうのを身につけないといけないんですけども、そういう能力をね身につけるための講座がこちらの矢島の論文完成講座ということに今なってますね。あとまあ必要に応じてあの。 司法試験と予備試験って、試験交差員があの結構兼任している方がまあ多いので、出題傾向がまあ似ているところもあるんですよね。まあ、そういうことで、司法試験の過去問だけだと、ちょっとこう論点に穴が開いてしまうようなところは、予備試験の過去問を使ったりとか、あとはあの科目によってなんですけど、司法試験と予備試験の過去問だけでも、それでもね、まだ結構重要な論点にちょっと穴が開いているところがある,あるんですけど、そういうところをね、オリジナルの問題でね、ちょっと埋めたりとか、まあ、そういうことをしてですね、とにかく合格に必要なね、論文試験の合格に必要な力を確実に身につけてもらうための、 講座ね、それがこの矢島の論文完成講座という形であのやってますねそしてこの後ですけれども「丸○○」で矢島のスピードチェック講座 というのがあります。この後のこのマ三とマ四はですね、これ直前対策講座ということで、まあ試験の結構直前期にあのやる講座なんですけども、矢島のスピードチェック講座というのはですね、えー、まあ矢島の促進部と講座の方でね、まずこう合格に必要な基本知識をまあしっかりとこう理解をね、まあしておいてもらうことの前提にですね、このスピードチェック講座の方では一気にですね、短期間でまあその、えー、試験に必要なね、えー、重要事項をですね、一気にこうね復習していくと短時間で一気にまあ復習してまあ記憶を関係していくっていうようなね、まあそんな感じの目的をね持ったあの講座になって あとあのいやまあ矢島の促進プト講座が終わってからえ矢島のスピードチェック講座が始まるまでにまあ若干あのこう期間が空いてますのでまあその間にこう何か新しい判例がこう出たとかねまあ何か新しい情報がまあ必要な。 情報がこう出てきた時はそこもこのスピードチック講座の方でまあ追加してねまあお話をするということになってますねでここでまあじゃあしたらあの矢島のスピードチック講座でねまあ一気にこうえ直前期にそれだけでまあなんかインプットしたらいいんじゃないかという,ふうにもしかしたら思う方もまあいらっしゃるかもしれませんけどまあ確かにね人の話を一回聞いただけでそれであの理解と記憶ができる人は確かにそれでいいのかもしれませんが <laughs> まあでもなかなか人間ってそうはいかないんじゃないかと思うんですよね <laughs> 人の話を聞いてね一回理解してまあ記憶できる人ってなかなかそんなにあのいないんじゃないかと思うんですけどでそういうこと。 であのまあ、実際スピード実行でなん、まあ、とかになるかというふうにあの。 まあ言いますすとですね、えー、まあこれはなかなかねこの時期に急に勉強を始めたとしてもですねやはりこの記憶がね、まあ、仮に理解ができたとしてもその記憶の方が間に合わない可能性がありますね。まあ、そういうことで矢島の促進プピト講座のほうでまずはしっかりとね、えー、その基礎を固めてもらってですね、まあ、理解を深めるというところがまああの大事なんですけどねそういうことを矢島の促進プピト講座のほうであのやっていってもらってでそれを一気にね矢島のスピードチェック講座のほうで、ね、短期間で記憶の喚起をねして記憶を深めるというようなことをやってもらえると、まあ、確実に、ね、その合格する力をですね 身につけてもらえるというふうにあの思いますね。というわけで、まあやっぱりこの矢島の促進プット講座とね。矢島のスピードチェック講座。これはやはりこうね。合格を確認するためにはですね。両方必要なま講座だというふうに、あの私は考えてますね。そしてこの後。 丸4のところですけども、えー、矢島の最新学問山手講座というものをですねこれやりますでこれはですね、まあ、司法試験の一番直近の学問をですね、まあ、題材にしてですねで、まあ、試験講座員がね、まあ、毎年こう出題の人とか採点実感っていうのをこう出してくれますけどもで特にあの採点実感っていうのは試験講座員が将来の受験生に向けたメッセージをね、まあ、将来の受験生にメッセージを送るっていうそういうコンセプトで、まあ、毎年あの試験講座員がですねその採点実感というものをあの公表してるんですけどもでそれはまあたまに難しいこともあの書いてあるんですけどただ その受験生が読んで理解できるところっていうのはやっぱりこうねどういうとーがいいのかどういうとーが悪いのかってことを結構あの指摘してくれてるので。その意味が 理解できるんだったらそこを吸収した方がですねその全くそういうことをあのまああの意識していない人と比べてですねそれを意識した人の方が相対的に相対的にあの,他の受験生との関係でね相対的にちょっといい答案が書ける可能性がねこうまあ出てきますよね、それでまあ試験ってやっぱり最終的にはこうね相対的なままあの順,位順位もね別にこうなんか絶対的なものというよりはこう相対的なものでねえこう決まってきますので、え。ー まあそういうところでですね、えー、まあ他の一人もちょっとこうね、あのこう出題者まあ試験講師員のこの考えているようなあの思考にあの合いやすいようなね、まあそういう答案作れるようにするとまあ有利になるんじゃないかという観点からですね、まあそういう思考能力を身につけるためのあの講座ね、これがあの矢島の最新過去問山手講座ということになってますね。まあ特にあの最新過去問の題材にね、えー、この直近のえ過去問を使うことによって、まあ直近のこうねここ最近の試験講師員がどういうことを受験生に求めているかってことは、ね、よく理解できると思いますのでね。でそれをまあ意識してあの本番の試験望んでもらえるとですね、そういうことを全く 意識してない人と比べていい答案が必ず書けるはずですからねそれで合格に近づけるというそういう作戦でありますね。あとこの講座の山手講座の方もあの、まあ、あの併設しておりましてね司法、えーまあ、試,試験のこう過去問なんかをこう、ま、だあのずっとこう分析してねあと司法試,試験の山を張るっていうのはね司法試,試験だけ見ててはなかなかこう、まあ、難しくてですね、えー、実際にこう予備試験も一緒に見てからいかないといけないですね。予予備備試試験験の前の前に例えば予備試験で 出たう論点っていうのは基本的にはその翌年の司法試験であの出しづらいですしあとはまあそのね前年度の予備試験、まあ、直近の予備試験というにあのに限らず、ねまあ、ここ数年の予備試験の過去問でまあ出たもので,でかつ毎年出すような論点じゃないよなというようなものですねそういったものはやっぱりこう直近の司法試験でだあのなかなか出題されにくいというところがまあ,あると思うんですけど、まあ、そういうところでこう私の方で司法試験と予備試験のこう両方の過去問のね傾向をこう分析してでまあ今年は多分試行試験こんなところだろうなみたいな感じで、ね、それでこう山畑の講義をするというのがこれが 山手講座のところに今なってきますね、えーまあ、そんな感じでこの以上4つの講座、えーまあ、今何をして、えー、何をしたらいいのかっていうのがよく分かんないという方はですね、えーまあ、1のね矢島の促進部と講座そして2の矢島の論文完成講座そして3の、ね、矢島のスピードチェック講座そして4矢島の最新加工の山手講座ねこの4つの 講座を受講して、ね、で勉強をそのまま言われた通りりあやってもらえると確実に合格に近づいていけるというふうに思ってますね。であの、まあ、セットであの、まあ、このレジュメの後ろの方にですねセットの割引のご案内もしてますのであとあの再,受講あ再受講の割引ですね再受講の方はですねあのペースメーカーにしてもらえればと思うんですけども、まあ、なかなかこう、ね、あの合格までこう時間がかかってしまうとね、まあ、いろんな人環境が人それぞれですからね勉強に専念できない方あ、ね、いろいろこう仕事しながらとか、まあ、いろいろ家のことやりながらとかいろいろ忙しい方っていうのはまあ やっぱりこう、ね、勉強り1000年できる人と比べたら1年、2年ちょっと長めにかかっちゃう可能性がありますけど、まあ、そういう方でも、ねまあ、毎年、情報をこう、まあ、安い値段で、ね、アップデートしてこう情,報にこう取り情報をこう、ね、取り残されないように、ね、情報社会ですからね、まあ、いろいろこう取り残されないようにするためにです、ね、再受講割引なんかとっていうのを設けてますので、まあ、そちらの方もご利用していただければという,ふうに思ってますね。ね というわけで大体あの合格に必要な講座以上4つの、えー、講座があるということでまあ大体、ねまあ、今日お話ししたいことがお話しできたと思いますねであとはですね、えー、っとこのレジュメ次のページ以降のところで、えーまあ、2ページ目以降のところでですね今のあ丸の1から丸4までの講座のもうちょっと詳細な話があの書いてありますね、まあ、ちょっと読むのは割愛あのこの,、ね、今のこの動画の中であの割愛 してあのもし関心のある方だけ、ね、あ,の、まあ、あの後で、えー、視聴、この動画が終わった後に見ていただければと思うんですけども、まあ、こちらね、えーと、2ページ、3ページのところに、そんな感じのことが書いてありますね。で、その後ですね、えー、とこうさらにレジュメのページをめくっておきますと、 めくっていきますとあの丸ごでね矢島の担当対策シリーズというのがあるんですがこれは主に予備試験の受験生向けにあのやってますのでまあ司法試験の受験生はあの基本的にはあの必要がないということになりますねまあただねあのまあもちろんあの受講する必要ないですけどあの実際司法試験に受かった後にまあ実務収集にねまあ収集に 入った時にまあいろんな実務の現場にこう送り出されるわけなんですけどでそういう時にねやっぱあのまあ司法試験で担当試験がまあ昔はあったんだけど今なくなってしまった科目ですねでそういうところのこう知識がないままやっぱ収集に入るとねまあやっぱりこう効率よくですねこう収集がこうできない時もありますね、えー、なのでまあもしねあの試験お試験終わった後になんかそういえばちゃんとこう民民事訴訟法とか刑事訴訟法とかねなんかこういう手続き的なところで細かいところだけど実務で大事さのところあまり勉強しなかったなっていう風にね。 もしなんか思うところがあるんだったら、まあ、そういう時にこの、あの、講座でね、あの、まあ、安いですから非常にね、あの、まあ、こういうので、あの、勉強するのをお勧めはしておりますね。あとは、あの、まるのところなんですけども、これ、あの、矢島の労働法、まあ、選択科目のね、一つですけども、まあ、私の方で、あの、選択科目の方で、労働法を担当しておりますので、まあ、こちらの方で矢島の労働法というものと、あの、このね、直前対策に、あの、やるものなんですけど、まあ、矢島のね、この、直前対策、スピードチェック労働法みたいなものをね、やってますので、まあ、これは要疑応じて、あの、 まあ、受講をね、あの、検討していただければというふうに思いますね。まあ、必要に応じるということで。そして、えー、この後ね。 えーとページをさらにめくっていくと、今度、○7 でねこれはあのこれ予備試験向けの矢島の法律実務基礎科目ということで、司法試験の受験生にはこれ直接的には必要ないことなんですけど、司法試験にやっぱり受かった後に実務収集にあの入るときには、ですねえこちらのあの矢島のえこちらねえ法律実務基礎科目のほうであの学んだことがですねすごく生かすことができますので、基本的に資本け司法研修所の方でえいろいろこう収集生にいろんなことをね。こうまあ ルールを教えていくことになるんですけど、そういったあのルールに準拠して、いわば司法研修中にあの、えー、のルールに準拠した形でですね、こちらの講座の作ってますので、まあ,あの司法試験を受かった後にね、まあ、なんかあこのえ合格発表後に例えばこう収集始まるまでにね、なんか勉強したいなっていうことがあったら、多分優先順位高いのこれだと思うんですよね。あのまあ実務の勉強をねしっかりやるっていうのがとても大事だと思いますので、まあその時にね、えー、ちょっとこう受講を考えていただければいいのかなというふうに思いますね。まあ、とりあえずあの司法試験の受験生のうちはあのまあ、気にしないで大丈夫です。そして最後。 えこちらのレジュメのね最後のページになるんですけど、丸8で矢島の勉強会というものがあ,のありまして、これはですねえまあ必修科目7科目ですね、憲法、民法、刑法と、商法、主に会社法なんですけど、それとえその民法と刑法とまあ行政法ということでまあ必修7科目で、これ、各科目1回ずつで合計7回なんですけど、一緒に私と一緒にねえ答案書きませんかっていう、そういうあの講座になってますね。これ本当に知見のね直前 直前中の直前にやるものなんですよね試験からもあの遡ってねほぼほぼまあ1ヶ月前ぐらいのところ1ヶ月2ヶ月ぐらい前の ところでこうやるようもしねあの最後までなんかちょっとこうね私から刺激を受けつつですねあとまあ質問ができる環境まあ授業中に自由にこれ質問できるものなんであの収録しない形でねまあとにかくあの一緒に答案書きましょうっていう,あのまあこ,うことをですね狙いとしてでかつあのこうね授業中に自由に質問できるようなそういう場をちょっとご提供したいなと思ってまあそういうことであの企画したまあ講座ですのでまあ何かねこう試験の直前にですねこうなんか心が折れそうだとかね一人でなかなか勉強してるといろいろとこう大変だみたいな。 精神的に大変だみたいな、まあ、そういう方がこう来ていただいてですね、したら私が最後まで励ましていきますので、まあ、そんな感じでこう、ね、あの試験に臨めるような、まあ、そんなえ講座になってますね。まあ、これ試試験の方予備試験の方両方あの方方方予備両 どっちの受験生でもまあ大事なものなんですけどね、まあ、主にあの少試験の学問を使ってきますけれども、まあ、そんな感じのものになってますねというわけでまあ興味のある方はこちらの受講を考えていただければというふうに思いますねあとちなみにですね昨年まではこの矢島の勉強会というものの代わりに矢島ゼミというものをあのやってたんですけど矢島ゼミとこの矢島の勉強会ってまあ似てるところと違うところがありまして、うん、違うところは結論から言うと矢島ゼミはねあのまあその一緒に書いた答案を私添削して翌週返してたんですけどその添削をこれなくし こちらのの矢島の勉強会ねでその代わりその受講生の数をこう増やしたと矢島ゼミの時はねどうしても私が自分でこう答案採点するものですからね私がまあ体が1つしかないので、まあ、なかなかこう受講生の数が限定。 されれてていいいたんで、えー、毎年こう入れない方がまあいてちょっと申し訳ないなと思ってたんですけど、まあ、こちらは、あの、答案、添削しない形になるので、基本的に、あの、<laughs> まあ、あの、もっと、こうね、あのまあ、教室があまり、こう、窮屈になっちゃうとよくないのでね、まあ、一応、定員は、多少は、あの、あるんですけど、ただ、ゼミと比べるとね、矢島ゼミと比べると、まあ、かなり、こう、定員が、幅が広がっており,おりますので、だいぶ増えてますのでね、まあ、そういうことで、あの、まあ、多くの方ね、希望される方ですけど、希望される方は、最後まで私と一緒にね、勉強できるんじゃないかといのに思いますので、まあ、ちょっと通学クラス限定なんですけれども、まあ、興味のある方、 はね、あのこちらの方をあの検討していただければというふうに思いますね。というわけで以上、えー、私の、ねえー、まあ大体こう制作している講座のご案内以上になりますけども、まあ、とりあえずね、あのー、まあ今期の、ね、ちょうどあ今日ですね、あのー、まあ7月の19日でまあ司法試験終わってまだ数日しか経ってないような、えー、ところなんですけども、まあ、今期の、ね、司法試験のまあ過去問なんかを見てるとやっぱりこう、まあ、制度がねいろいろ今期のやっぱり特徴っていうのはロースクールの在学生が試験を、ね、受けられるようになって なったというところがここが結構大きな特徴なんじゃないかと思うんですよでそうなってくると あのロースクールの在学中に、まあ、受験できるような制度を設けたってことは、えー、じゃあどういう問題をじゃあ作るべきかって話になってくるんですけどでそうなってくるとなんか細かい知識でこう勝負するようなそういう問題を作ってしまうとね試験交際の方が出題者側の方が作ってしまうとそれで勉強期間が長い人ほど有利になりますよね有利になってきますよねだけどそれだとその今の制度と逆行しちゃうからじゃあ今みたいにロースクールの在学中に試験受けられるようにした以上どういう問題を作るべきかって言ったら まあそのね幅はこのね知識の幅はそんなにこう広くない本当にこう重要な基本的な。 ところですねそこのところのまあ、要は応用をちゃんと真に深い理解をしてね深い理解しないで重要知識をただ貼り付けただけで答案できるってなっちゃうとそれはそれでまたあのロ,ロースクールの制度がいらなくなっちゃうからでそうなってくるとあのまあね、試験校ーサインってあのそういう形であのね制度を否定するようなことをあのしませんからね制度をむしろこう推奨するような方向でねねあのままあ、いいろいろ、まあね、制度に対してはいろんな批判が 世の中ありますけど、まあとりあえず、そのね、試験交際員としては、今の制度に合った問題を、まあ、作らざるを得ないので、まあ、そういうことでね。まあ、この少ない知識で、えー、その深い思考がね、できるかどうかという問題を、こうね、えー、作ってくる感じになってくるんですよね。で、そうなってくると、今後の勉強で何が大事なのかというと、やっぱ、その、なんか、論証パターン集みたいな、あ、ものを、こう、なんか、キーワードだけ丸暗記してね。えー、で、それを、こう、答案に貼り付けるようなことをやっていっると、やっていると、やっぱ、ちょっと、今の。 問題には対応しにくいと思うので、まあ今の問題に対応するためにはね、本当にこう基本知識のね、えー、深い理解ですね。 そして早めに過去,問過去問を検討していくと過去問を見てねしっかり検討していくってことがすごく大事になってくると思いますね、まあ、令和の時代になってからやっぱそういう傾向がこう見られてで令和5年の論文試験ねなんか特にその傾向が顕著になっているのかと思うので、まあ、そういうことで、まあ、今の勉強今の,その過去問今の試験傾向にこう合わせたようなあの勉強しておかないとねやっぱり意味がありませんので、まあ、同じ民法 例えばですけどね同じ民法を勉強するにしたって、まあ、世の中いろんな試験がありますよねいろんな資格試験があってで民法って結構いろんなあの試験でもこう、ね、あの試験科目にされてるんですけどでもやっぱりこう皆さんがあの受けるまあ試験の民法と、まあ、それ以外の試験の民法っていうのはやっぱその質が違いますそうなってくると今のやっぱりこう、ね、その皆さんが受ける試験の,その質に合って勉強していかないと本番の試験でやっぱ普段やってないことって本番の試験で急にできませんから、まあ、そういう意味でね早いうちにこう過去問をしっかりとこう、ね、特に令和の時代の過去問を すすごく大事だと思うんですけどね、まあ、過去も分析してどういう,こう今思考能力が求められてるのかということをよく理解してでそれに向かって勉強していくというのが、ね、やっぱり一番いいんじゃないかというふうに思ってますね。あちみ私の 講座の方ではもう最新の確問をねあのもうちゃんとあの意識してそれに合うようなあの形でねそれにちゃんと合格できるような力を身につけるようなあの形であの講義をしていきますので、まあ、そこのところは安心していただければと思うんですけれどもね、まあ、そんな感じで今、ね、何,言った何やったらいいかっていろいろ迷うところがあるかもしれませんけど迷ってる時間があるんだったらもったいないからね早くこう先に進んでね一歩でもあの合格に近づいてしまった方がいいんじゃないかというふうに思いますね。で特にこう勉強がううまく進んんでなないいいいとかかっていうのはろろ、まあ、不安 <laughs> ごとねなんか外に遊びに行っててもなんかこう心のどっか頭のどっかでねあの受験があるなみたいな感じでなんかこう引っかかっちゃってねでも心の底からなんなんか楽しめないとか多分そういうことあると思うんですけどでもこう勉強をちゃんとこうコツコツ進めていくと学力が上がってきますからでそうなってくると自分の合格が信じられるようになると思うんですよいつかね学力が上がっていくとねでそうなってくるとまあいろんなまあその頃には多分あんまり遊びにも行かなくなってると思うんですけどね。あの、まあのままでも、まあ 何かやった時にね、こう、不安事っていうのが少なくなってくると、いろいろ楽しむこともできるし、あと勉強にやっぱ専念することもできますからね、で、不安のない状態で自信を持ってあの本番の試験にこうね、臨めるっていうのが、まあ、それがいい,い、い,いいように思いますので、まあ、そういうことで、何か今ね、まあ、なんか悩まれてる方、ね、今後どうしたらいいのか、悩まれてる方がいたらね、その迷ってる時間勉強しちゃった方がいい,じゃんいいんじゃないかというふうに思いますので、まあ、そんな感じでね、確実に前に進んでいっていただければというふうに思いますね。じゃあ、そんな感じで、ちょっと、あの、話長くなっちゃいましたけども、あの、以上でね、こちらの,あの動画の方はあの終わりに。 したいと思ってますね。じゃあどうもあのご清聴ありがとうございました。この後ね勉強ぜひ頑張っていってください。